いつも大変お世話になっております楽天証券でチーフアナリストをしております今中と申します。今回はゲームセクターを取り上げてみたいと思います。マイクロソフトがアクティビジョンブリザードを買収するどうするニンテンドーソニーというお話でございます。マイクロソフト大型買収をやるということになりました。これでですね、やはり大変大きな動きがゲーム業界に えー、来るのではないかというふうに思います。えー、そこをどう見るか、あ一つ試験を私の試験を、えー、お話ししてみたいと思います、えー。事実関係をちょっと整理してみたいと思います。えー、2022年1月18日付 マイクロソフトとゲームソフト大手のアクティビジョンブリザードですね、ナスダックに上場している上場企業であります、ティッカーが ATVI ということになります。これがですね、マイクロソフトがこのアクティビジョンブリザードを一株95ドル、全額現金で687億ドル、日本円換算で7.8億円ということになりますが、この金額で買収するというふうに発表いたしました。 えまああのこの発表でですね実はアクティビジョンブリザードという会社あ色々知らない,ろいろ社内に問題がありましてえずっと株価下がってたんですがあ株価急騰しておりますえまだあこの95ドルにえ作用性はしておりません昨日の株価で81.76ドルということではありますが。 ここのととととここころのの株価に比べるるやはりり高くなってい,るということでありますこの買収によりまして、マイクロソフトはテンセント、ソニーグループに次ぐ世界第3位のゲーム会社となるということです。実はマイクロソフトですね、ここのところ、実は2年前にも大型の買収をやっております。ここまで大きなお金ではないんですけども、有力なゲームソフト会社を買収しているということであります。 アクティビジョンブリザードをどういう会社かということなんですが、2008年7月にアクティビジョン、これもともとコールビディティの会社として有名な会社であります。このアクティビジョンとブリザードエンターテイメントという会社、フランスにビベンディという企業グループがありまして、この ゲーム部門に属していたブリザードとです、ね、2008年7月に合併をしております。ちなみにこのビベンディといいますのは傘下にユニバーサルミュージックグループを持っている会社であります。そしてしばらくですねこのアクリビジョン・ブリザードがビベンディ大株,主です、ね、大株主として存続はしていたんですがこのアクリビジョン・ブリザードがビベンディの持ち株を買い取って 独立して、まあ、当時からナスダックには上場してたんですけども、ナスダック上場の独立の会社になったという経緯があります。そして2015年には、モバイルゲーム、スマホゲームの大手のキングですね、キングデジタルエンターテインメント、ここを買収しております。これによって、ですね実はこのアクティビジョン・ブリザードが非常にユニークな会社になりました。元々のアクティビジョンそしてブリザード この2社はもともと家庭用、それからパソコン用の有力なゲーム会社であります。そこにキングというモバイルゲームの大手ですね、最大手クラスの会社、これが加わったということで、大変バランスの取れた、そして規模も大きな会社になったということであります。収録ソフトシリーズでありますが、もうこれは言うまでもありません、コール l リティ u t もともとアクティビジョンがやっている。 会社です大変人気のあるシューティングゲームですね、それからブリザードですと、ウォークラフト、こういった、これもまた有力なゲームシリーズを持っております。キングですと、キャンディークラッシュ、もうあまりにも有名なゲームですけれども、こういうその集客力の大変大きなゲームのシリーズを持っているということが、このアクティビジョン・ブリザードの非常に大きな特色であります。 さらにこれ、後で数字をお見せいたしますけれども、家庭用ゲーム、パソコン向け、モバイル、スマートフォンですね、これが 3, 3つとも、非常にバランスの取れた売り上げ構成になっているということであります。一方、マイクロソフト、メタバースをやりますというふうに手を挙げております。昨年7月に メタプラットフォームズ、旧 Facebook これが自分ところはこれからメタバースを主軸にやるんだということを宣言した直後にいや自分のところもやるというふうに宣言したのがマイクロソフトでありますでそのマイクロソフトがこのメタバース構築にはこのゲーム事業の強化が欠かせないんだとどうも判断したようでありましてそれがあ今回の買収に至ったようであります アクティビジョン・ブリザー,ードのこの年間の売上高の規模、大体9000億円から1兆円と、営業利益率40%弱ということでありまして、ゲーム会社としては実は規模が大きく、高収益です。ソフトの専業としてはですね非常にこれ、いい会社であります。マイクロソフトにとっては、おそらく良い買い物ではなかったかなというふうに思います、は。い でですねマイクロソフトというのはもう言うまでもなく、いわゆるガファムの会社であります。時、え、価、ー、総額も大きい、会社その方うが非常に大きい、そしてキャッシュリッチな会社であります。えー、ですので、えー、2021年9月末のネットキャッシュ、ネットキャッシュといいますのは、手持ち現金に短期運用の有価証券を加えて、えー、そこから超短借齢金、あるいは超短負債を差っ引いたものであります。 2021年9月末のこのネットキャッシュ、マイクロソフトは日本円換算で8兆8000億円持っていると、約9兆円持っているということであります。実は GAFAM というのはです、ね、大抵こういうふうに5兆円以上の手元資金を常に持っているものであります。あの非常に高採算なビジネスをやっているということで、会社の中にキャッシュがどんどん溜まっていく。 まあそれをです、ね、株のバイバックとか、いろんな買収で使っていくということになるわけでありまして、このキャッシュリーチな状態というのは、これからも続くわけでありますんで、買収がこれで終わるわけではないというふうに考えていいだろうと思います。まあ、あの先回りして、目標株価、申し上げておきますと、前回420ドルというふうにいたしました、これを維持したいと思います。 引き続き中長期で投資目を見を感じる会社であります少し数字を見ていきますとこれがアクティビジョンブリザードの直近3ヶ月間の決算そして9ヶ月間の累計決算これをまとめてみたものであります7ヶ月期は売上はそうパッとしませんでした営業利益もそうパッとしませんでしたということですで9ヶ月間で見ますとですねあの売上も利益も2桁増ということになっております ご覧いただきたいのが、営業利益率が40%弱ということで、ゲームソフト専業としては結構高い方であります。これ、実は1つはです、ね、あの自社サイトからのダウンロード販売がこの会社、非常に多いわけでありまして、実は自社サイトからダウンロード販売をやりますと、量販店、販売店に対して流通マージン払わなくて済むと。 ということがありますので利益率が大変高くなるということがありますそれから注目していただきたいのがこの下の段の売上高打ち分であります家庭用パソコンモバイルその他ということになっているんですが大変バランスが取れているということです実はですね、多くのゲームソフト専業の場合どうしても歴史的な経緯から家庭用の比率が多くなるケースがあります ところが、昨今のです、ね、プレイステーション5の不足、あるいは今は割に充足はしてるんですけども、任天堂スイッチもやはりゲームソフトに人気が出てくるとすぐ足りなくなってしまうということでありまして、家庭用というのはそういうハードウェアに振り回されるケースが非常に多いわけであります。ところが、アクティビジョンブリザードの場合、パソコンの比重が大きい。 これは例えば、コールビリティというのは、やはりパソコンゲームで遊ぶ人も大変多いわけであります。それからモバイルが大きい、まあ、キャンディルクラッシュもというから当然でありますけれども、例えばですね、今、足元ではオミクロンが流行ってますんで、また巣ごもりということになる人たちも出てはくるんですが、昨年ですね、例えばアメリカで巣ごもりが終わって、外に出る人たちが多くなったと。 いう時にはこの暇時間がある時にこのモバイルゲームをやる人が増えました。これがこの増加に反映されているわけであります。逆に家庭用が減っているというのはプレイステーション5がなかなか入手しにくいということです。で、パソコンというのはですね、ゲーム PC は買うと思えばお金さえあれば買えます。ですのでここは実は安定的に成長できるということであります。 こういうふうに大変バランスの取れた売り上げの内訳を持っている、そういう会社であります。はい。じゃあ、マイクロソフトのゲームというのはどうなんだということなんですが、確かに参加にソフト会社は大変多くあります。ただですね、XBOX のシェアはどうかというと、プレイステーションの半分以下と、任天堂の6割ぐらいということでありまして、まあ、この プラットフォーームホルダー3社の中ででは一番だとということになるわけであります、まあ、やはりマイクロソフトとしては、ですねこれ、メタバースの切り口、大きな切り口としてゲーム、これに注力するとこういうことになりますと、ソフトについては充実させたものにしたいと、まあ、これはこういうふうに考えたんだろうというふうに思います。それから今のゲーム市場の一つの傾向として、ですねゲーミング PC で遊ぶ人が大変増えているとういうことです。 このゲーミング PC、今だいたい4500万台ぐらい、大いニンテンドースイッチとプレイステーション5を合わせたぐらいの台数、これが年率で10%強を増えているということですで。例えば、家庭用ゲーム機の場合ですね、ニンテンドースイッチもプレイステーション5も新型 XBOX も。 各のののプラットフォームホルダーしか作れないことになっております。彼らの受給見通しがの精度が低かったり、あるいはたまたまそういったハードウェアに搭載されている半導体、部品が足りなくなったりするというと、途端に品不足が起きてしまう。しかしながら、パソコンの場合です、ね、作っている人たちがたくさんいるわけでありますから、自分の完全に望むスペックが入手できないとしても、二回とスペックはどこかにあります。 いうことで、家庭用ゲーム機に比べますと、はるかに入手しやすい、まあ、ここがゲーム PC のいいところでありまして、しかもお金をある程度積めば、プレイステーション5よりも性能がいい、新型の XBOX よりも性能がいいものが手に入るということであります。特にここ数年間、大きくなってきた e スポーツなんですね、e スポーツ、今、競技人口が全世界で約1億人。 そして観客が5億人以上いると言われておりますこの1億人と5億人が年率10%以上伸びているというのが e スポーツなんですが e スポーツの熱心な愛好家の場合こういったゲーム PC をやるそういう人たちも多くなっているということですまあ、この辺りもですねこのアクティブビジョンブリザードの製品構成が非常にいいというところであります マイクロソフト、はどんな会社かと、まあ、これ、この動画でもです、ね、何回もこれ、取り上げた会社でありますが、優、ま、良、あ、企業というのは、こういうものを言うんだという一つの非常にお手本のような会社であります。この四半期ごとの決算を見ていただきますとです、ね、このプロダクティビティビジネスプロセス、これ、法人向けの Windows や、法人向けの Office のビジネスでありますけれども、ずっと二桁増収増益が続いていると。 四半期ごとにこういうふうな増収増益を続けるというのは、実は非常に難しいものがありまして、村ができる、あるいはデコ凹ができる、増収になった後に増益率が鈍化する、そういうことは処置を送るわけなんですが、実はマイクロソフトの場合、ですねずっと安定的に高い伸びが続いている、そして営業利益が順次改善しているということであります。このの年6月期の第一販機 プロダクティビティビジネスプロセス等々営業利益率50%になったということであります。それからその下のインテリジェントクラウド、これが Azure といいまして、商用クラウドサービス、第2位のビジネスを持っております。第1は Amazon であります。AmazonWeb サービスであります。これが実は大変強い動きをしているということで、これも傾向的に利益率が上がっているということです。 でこの3番目のパーソナルコンピューティング、その他の中に XBOX が入っております。まあ、この部門が一番伸びが低いわけでありまして、マイクロソフト、巨大な会社でありますので、あまりその中では目立たなかったんですが、えー、メタバースということになって、がぜん再び注目されてきたのかなということであります。市販機ベースの業績、えー、見ても、ですね2、えー、桁の結構高い 増増収増益が続いていてる会社でありますこの第2四半期、会社予想ではですねちょっと鈍化するというふうになっているんですが、実は第1四半期の会社予想も鈍化するという内容になっておりましたので、えー、まあ結果をちょっと期待して見てみたいなというところであります。で通期の業績なんですけれども、これは前回、決算が出たときにご報告したやつなんですが、 少しずつ今期以来期とも、私の方では情報修正しているということであります。まあ、こういった会社がです、ね、これ、ゲームに本格的に行くということを、要するにメタバースの上えでゲームをやるということになってまいっているわけであります。そうなりますと、任天堂やソニーはどうするのかということを、まあ、これは当然気になるわけであります。 結論私の今の時点での結論を申しますと、まあ、これはあくまでも可能性でありますが、メタバースの中でゲームが本格的に展開される、そしてメタバースならではの面白さがひょっとして見つかるかもしれない、その時にこのメタバースの中でのゲーム産業を支配するのは、ひょっとしたらマイクロソフトになるかもしれないという、この筋書きが成り立つんではないかということです。 まあテンドやソニーもですね、えー、重要な会社ではあるんですが、なんせ今まだメタバースについては様子見ということでございます。えー、こういった新しい動きは先手を取らないといけません、えー。先手を取らないと後手に回ったときにですね、やっぱり後手後手になるわけですが、先頭を取っているマイクロソフトの方に、私としては中長期で注目してみたいと思います。 じゃあ、ニンテンドーはどうかというと、ですねえ率直申しまして、ニンテンドースイッチのハードウェア、ちょっとそろそろ売れ行きがどうも怪しくなってきているかなということでありまして、業績のピーク感が出てきているのではなかろうかと、これ、以前からお話ししているところであります。その意見は変えておりません。携帯型のハードウェアとしては、ニンテンドースイッチライトがありますが、もうこれはっきり言って売れておらないということであります。 でソフトがですねこれあの巣ごもりの中で21年3月期、異常な売れ方をしました、まあ、22年3月期、それから来年の23年3月期、どの程度売れるのか、まあ、これ、ちょっと注目点であります。22年ですね、入りますと、まあ、1月の下旬にも有力ソフトが出ます。 今後、少なくとも2つ有力ソフトが予定されているわけでありますので、ハードが減収になったとしてもです、ね、ソフトである程度、まあ、1年、場合によっては2年、高水準の業績を引っ張れるかもしれませんが、その後はやはりブームとしては終わっていく、緩やかながら減収減益になるのではないかという、この見方は今のところ変えてはおりません。 でえー、任天堂については、実は悪いデータも出ております。ご覧いただいているのが、任天堂スイッチの国内販売台数の推移を表したものであります。これ、ファミ通のニュース欄に出ている、毎週出ている数字をピックアップしてみたわけでありますが、 ご覧いただいているようにですね、明らかに減少傾向が出ているということです10月以降どうも国内販売が減り始めているということです、えー、Nintendo Switch の UKL モデルですねこれがカーフル材にひょっとしたらなるのかなと思ってたんですが UKL は確かに売れてはいます ただ一方で、ニンテンドースイッチの標準型は、ですね、これが大きく減少しているということであります。これですね、もうこういうふうなゲーム機の場合、もうどうしても仕方がない面がありまして、最初に買った人たち、ニンテンドースイッチの場合、2017年3月発売でありますが、やはり最初の1、2、3年目ぐらいに買った人たちは、どうしても飽きてきますんで、ニンテンドースイッチのゲームソフトから離れると。 こういうことはありますですのでそれを補うためにはやはり販売台数を伸ばしていかないといけませんそうしませんとソフトが売れないということになりますこれまでのトレンドですと販売台数が減って1年後にソフトも減り始めるということになりますで、2022年には1月以降ですねだいたい3本ぐらい大型有料作品が 発売予定になっておりますので、それがどの程度効果があるのかということに注目したいんですが、まあ、これ、国内の場合ですね、1つには、いわゆるリアルエンターテインメント、映画館、劇場、それから音楽ライブ、これが昨年から不活してきているということがあります。でオミクロン株の影響がありますので、もっと大掛かりに、例えば音楽ライブができるようになるのは、もうちょっと先かなと。例えば ドームクラスで100%チケット販売できるというのは、今回のオミクロンが収まった後になるだろうと思いますが、感染を防ぎながら大規模なイベントをやるという手法が大体確立はされてきてますんで、実はです、ね、そういうふうになりますと、ゲームというのはどうしても不利になってしまうということであります。 一方、海外の需要状況はこの10、12月期の決算を見るまで、えー、まだ分かりません。で、えー、おそらくですが、まあ、これについては1 0 12月期の決算をあの確認してみる方がいいんですけども、おそらく、えー、アメリカはまだ伸びが続いているのかなということです。で、巣ごもり需要もある程度は出てるんじゃないかなと、これは想像しております。 で一方で、ですねヨーロッパの場合、今、エネルギーコストが上がっているということなんですね、まあ、国によって程度の差はありますけどもで、全般的にアメリカもヨーロッパもそうなんですが、インフレが起きているとういうことになりますと、やっぱり一般大衆の生活が厳しくなってしまうと、そうなりますと、こういうふうな娯楽の世界というのは、途端に予算が占められてしまうものでありますので。 多分この10、12月期、それから1、3月期はヨーロッパには期待しない方がいいだろうということです。まあ、トータルして考えますと、いよいよニンテンドースイッチのハードウェアもですね、減少局面にひょっとして入ってきたのかなということであります。まあ、それだけに、今年発売になる有料作品ですね、このあたりがニンテンドースイッチの市場全体にどういうふうなインパクトを。 与えていくのか、ここが注目点ということになろうかと思います。ということで、ですねこの業績予想については変えません、これも前回お見せした業績予想でありまして、今期の現役、それから来期ですね、若干、現金になるかなというふうに見ております。 あの有力ソフトが当然出てきますので、その支えはある程度はあると思うんですが、率直に言いますと、少なくとも国内では、UKL バージョンを出したことによって、ハード販売が盛り返すかというと、そこが期待外れでした。で地域によってです、ね、この状況が少しかあの違うわけでありまして、国内では実はちょっと特殊要因があります。えー、それはその、リアルエンターテインメントが今、復活してきているわけです。 映画館はもう普通に開いてます、劇場も普通に開いてます。で、音楽ライブがこの春以降、大型ライブをやっとできるようになったりしたところ、ちょっとオミクロンでそれが少し先延ばしになるかもしれませんが、大きい、例えば2、3万人入るアリーナクラスのライブ会場で、この夏ぐらいにはです、ね、100%チケットを売れると、これまでは席をちょっと間引いて離して売ってたところが。 100売れれるとそれからドームクラスでもいずれこの100%チケットを売れると、まあ、そういうふうになってきているわけでありますね。で、あの日本の場合、ですねどうしてもその狭い国でありますのでこういうふうにその劇場とか音楽ライブが復活してきますとそっちの方に流れる人がどうしても多くなるという傾向が過去からあります。えー、そううなりますすとですねゲームに払うお金が 少なくとも増えなくなってくると、えー、そういうふうな傾向がありますので、えー、これはちょっと日本の特殊要因なんですけども、あの家庭用ゲーム、特に任天堂のように、えー、全く一般大衆向け、家族向け一般大衆向けですね、見当てる会社にとっては、あちょっとこれ、向かい風が吹き始めているのかなということであります。では、なんで取り上げているのかということです。 えー要するにですね、まあ、今、相場の、相場の話であります。えー、要するに、マイクロソフトのアクティビジョン・ブリザード買収、これによって、改めてゲーム会社の価値、えー、そしてメタバースの重要性が浮き彫りになってきたんではないかとういうことであります。では、ニンテンドーの価値とは何か、やはり強力なゲーム開発力、そして強力なブランド力、そして過去のゲーム資産、これ、素晴らしいものがあります。でこういったものを再評価、 をしてみよううとというこでですねでもちろん問題もあります。正直言って、この家庭用ゲームのビジネスモデルには問題が多い、人気が出てくると、ハードが品切れになってしまって、えー、誰も買えなくなってしまうということ、このビジネスモデルをずっと守り続けているということであります。で、今回のマイクロソフトの買収によってですね、えー、これ、欧米のソフト会社ははっきり言って再編に入ります。えー これはなぜかというともう明らかでありまして、そのアクティビジョンブリザードのバックにはマイクロソフトがついている、要するに常に手元に数兆円を持っている、そういう巨大企業がつくということになりますと、やはりこれまでよりも多くの人を雇えるようになって、多くの開発費を投下できるようになるとういうことになります。そうなりますと、独立系でやってきた会社はどうするのか。要するに どこか大手をバックにつけないといけないんじゃないか。当然、それはそういうふうに考えると思います。大手だけじゃありません。純大手クラス、中堅もやはりそういうふうに考えるんじゃないかと思います。ですので、まあ、今回はそのアクティビジョンブリザーズを単独で買収されるということになったわけですが、例えば企業の統廃後、ゲームソフト会社の統廃後、そういうこともあるかもしれませんということです。で、先回りして言いますと、ニンテンドがその対象になることはありません。 ありませんけれども、そういう対象になったらどうなのかということを考えてみる投資家は増えていくんじゃないかということです。例えば、敵対的買収を任天堂に仕掛けたときにどうなるのか、これを考えてみる人たちは増えているんじゃないかなと思います。ここういういうななととににりりますとそれがやはり相場の中に 反映されてくるということ、まあ、これ、株式市場というのは、何考えてもいい、自由な市場でありますので、まあ、そういうことで言いますとです、ね、これは正直で長期の話ではなくて、短期の話、まあ、せいぜい3か月から半年くらいの話なんですけども、えー、任天堂株にちょっと投資しても面白いんじゃないかなというふうに考えているところであります。ということで,です、ね、前回実は目標株価、5万3000円というふうにいたしました。 これを今回6万千円に引き上げたいいと思います、まあ、正直言いますと、今の相場の中ではちょっと高い目標株価かなというふうには思うんですが、まあ、材料としてはです、ね、今回の買収によって、業界全体がやはり再編ムードに入ってきているということです。ある意味で業界が動揺しているということですね。これは日本は無風かもしれません。 あの率直に言いますと鈍感ですから日本人というのはですねこの世界の流れに正直言ってあんまり感度が高くありませんただ、えー、欧米はもう鈍感では済まされないということになってくるだろうと思いますまあ、ここでは6ヶ月から12ヶ月間というふうに書いているんですがどちらかというとですね短期間半年以内の お話とといいいいうふうふに受け取ってたただきたいと思いますで長期は、ですねやはり業績加工局面入りがいつなのかということを、そろそろやはりこれ、以前からも申し上げてますが、探らないといけない、そういう局面になってきたんじゃないかなというふうに考えております。次にソニーであります、<laughs> 相変わらずプレイステーション5は入手できないということであります。こ,こからの問題はですねただ ソニーにとって明るいニュースというのが、これも先ほど動画でお伝えした TSMC の大型投資であります。この2022年12月期、前代未聞の最大5兆円の投資であるということです。TSMC にとって AMD は大口のお客の一つであります。でその AMD にとってソニーは大口のお客の一つでありますということで、来期の プレイステーション5のチップですね、この入手、一体どこぐらいまで確保できるのか、ここが大きな注目点ということです。以前はですね、今期1500万台規模、これは多分確保できているんだろうと思います。以前は2023年3月期、過去最大の販売台数をやりたいというのが会社の考え方でありました。過去最大というのは初代プレイステーションで 2260万台とというのが記録としてありますこれをやりたいということだったんですが、まあ、以前、このグラフを作ったときはです、ね、半導体不足の真っ盛りでございましたんで、2000万台ぐらいかなというふうに考えたんですが、そこが今回、ちょっと焦点と。 いうことになろうかなと思います。いずれにせよです、ね、2000万台でもまだまだ足りないということでありまして、リスクとしては待ちくたびれてゲーム PC に向かっている人たちがどうも増え始めているということであります。はい、じゃあ,あの、ソニーを評価するときにゲームだけなのかというと、ですね決してそうじゃありません。えー、今やはり注目されているのが音楽であります。音音楽楽ででもその国内の音楽音ですね 音楽をやっているだけではなくて、鬼滅のエーブのようなアニメをやっているということです。それからモバイルゲームをやっているということです。このモバイルゲームとアニメは国際展開できますんで、そこが今後の一つのソニーの注目点と言っていいのかなというふうに感じております。それから映画が回復してきたということは非常にいいニュースです。映画はやはり市場が大きいということであります。 業績予想も今回は変えませんどうしてもです、ね、このタブーン展開をしてしまいますと、あっちが良ければ、こっちダメな場合がありますんで、こういう形で安定成長ということになってしまうんですけども、これもです、ね、今回のゲームの話の中で、やはりソニーというのが今後、どういうふうにゲームビジネスを展開していくのか、これはやはり注目していく必要があろうかと思います。 で任天堂もそうにもそうなんですけども、業績要素は今回変えてないのは、ですね、まあ、あの10、12月期の決算を1回確認したいということです。でそれと、ですねこれはあの、ネットのニュースで話題になってた話なんですが、アクティビジョン・ブリザードがマイクロソフトに買収されると、コールビューティーですね、まあ、大変人気のあるゲームでありますが。 これれががプレイセーションに移植さなななくなるんではいいかとそういう話題がありました要するに、マイクロソフトとしては、Xbox 向けと Windows 向けにすれば、Xbox の台数が増えるのではないかと、そういうことであります。で今日出たニュースでは、この Xbox のヘッドの人がです、ね、そんなことはないと、プレイステーション向けの移植もやりますよということを言ったんで、この話は一見落着ということであります。 でですね基本的にこれはもともとなかったはずです。要するに、XBOX の,の先ほどの数字をお見せしましたけども、XBOX というのは、任天堂スイッチ o s w i の6分け、PlayStation の累計販売台数の半分にも満たないわけでありまして、それがですねいきなり PlayStation 向けをやめて、Call of Duty を XBOX と Windows だけにすれば、販売本数は 多分減りますで減った状態でどんなに努力してもそこから元に戻らないということになりますと、クリエイターの人たちは多分やめます。これが実はゲームソフト会社の怖いところでありまして、えー、ゲームソフト会社っていうのは敵対的買収がもともとできないと言われてるんですね。これはビジネスソフトもそうです。えー、要するに、クリエイターの人たちの 機嫌をまあ損ねるようなことがあった場合には、その人たちはすぐに辞めて別の会社に移ってしまうということであります。えー、こういうことがありますので、例えばあのマイクロソフトが2020年に、ベセスダという結構アメリカでいい会社を買収しておりますが、ここは実はマリスプラットフォームを維持しております。プレイステーション4をやってるだけじゃなくて、プレイステーション5向けのゲームソフトもですね、ポツポツ発売していると。 ということですあとはマイクロソフトというのはやっぱりガファムです。えー、当然、収益、市場主義、これもえはっきり言ってです、ね、日本の企業では到底考えられないような厳しい収益、市場主義を持っている会社でありますのでゲームソフトが減るかもしれないようなことをやるんだったら大体で増やすことを考えないといけないわけです。えー、それができないんだったらマリスプラットフォームでいいではないかと。要するに まあ、こういっちゃなんですけども、マイクロソフトが持ってる弱小の XBOX のために、高い金出したかった ActVisionBlizzard の業績が鈍化する、減ってしまうようなことはできないということですね、これが要するに普通の考え方だろうと思いますんで、まあ、おそらくこの ActVisionBlizzard もです、ね、当面はマルチプラットフォームを維持するということになってこようかと思います。 ただですね、XBOX 専門のソフトを新しく作る、あるいは Windows 専門のソフトを新しく作るということはおそらくあるだろうと思います。それと、これは Nintendo にとっても、ソニーにとってもリスクなんですが、今、私が聞いている限り、Nintendo もソニーもメタバースについては様子見です。これは実は様子見せざるを得ないわけでありまして、作ろうにも金も技術もないと。 ついでにやる気もないです、彼はですね、えー。そうなった時に、もしメタバースの中で新しい面白さが発見された時にどうするのかということです。えー、実は株式市場の見方とちょっと別だとこれは思うんですが、プレイステーションユーザーというのははっきり言ってマニアが多いです。でマニアっていうのは、今のゲームっていうのはオンラインゲーム多いですから、 オンラインゲームの場合、コミュニティを作って楽しむ傾向が非常に強いわけですね。そうすると、隣でメタバースができて、そこになんか面白いものがあるといっても、プレイステーションのマニアというのは容易には離れません。あのこれはゲームにもよります。<laughs> あの例えば、スパイダーマンのようなソニー層のゲームというのは、ある程度優しく作ってます。これはもう新顧客を、初めてゲームをやる人でもある程度できるようにしないと、新顧客ができませんから。 ところが、カプコンのようなバイオハザードとかモンスターハンターの場合、えー、まあ要するにいわゆるガチになってやるマニア、これが主力ユーザーになります。ということになりますと、容易には他のゲームに移ることはないわけです。ところが、任天堂の場合は家族、ファミリー層ですね、それから一般大使、まあ、言うならでは不動層、これを結構多く抱えている場合があります。えー、そうなりますと メタバースの中で何か面白いものができてきたということになると、ユーザーが離れてしまうかもしれません。要するに、これが様子見をするリスクでありまして、このリスクを、ーまあ、任天堂、それから、あーまあ、任天堂よりは時間稼ぎができると思いますが、ソニーが抱えてしまっているということですね、ここもやはり注意が必要かなというふうに思います。はい でですねソニーを評価するポイントがもう一つありまして、実は音楽、映画部門というのは、メタバース内でイベントを開けますから、あるいは配信ですね、相性がおそらくいいはずです。ですので、ここにビジネスチャンスが生まれる可能性はあります。なんで、いずれですね、やはり任天堂もソニーもメタバースについてどういうふうに考えているのか、態度を決めないといけない時期は来るとは思うんですが。 ソニーの場合、決してゲームだけがメタバースで問題になるのではなくて、むしろ映画とか音楽、特に音楽ですね、そこに新しい面白い切り口がひょっとしてあるのではないかなというふうに考えております。ということで、目標株価、これは今後6ヶ月から12ヶ月か前回1万7000円としましたが、これ維持したいと思います。ソニーについては、実は中長期でまだ投資を考えていいと思っております。 あのマイクロソフトの動きには確かに注意は必要なんですが、先ほど申し上げたように、プレイステーションのユーザーというのは、まあ、あり得にはガチのマニアが多いということをですね、それから音楽、映画、こことメタバースの関わり、ここに実は注目してみたいというふうに考えております。 それと最後に、この話題ですね、取り上げてみたいと思います。アメリカ企業に日本の有力ゲーム会社が買収されることは起こりうるのかということです。これはですねはっきり言ってブレインストーミングと考えてください。まあ、あるいは私の独り言と考えてください。もうこれはもう全く私個人の意見ということでございます。 まずゲームソフト専業に対しては、これはもう有効的買収でなければ無理です。これは欧米でもそうです。あの無理に買収して、ですね、クリエーターが不安な環境になってしまうと、彼らはもうすぐ転職してしまいますので、ここはもう難しいです。それから日本のソフト会社の場合、ですね、そのソニー、ニンテンドーとのつながりがやっぱり強いですから、ガファームの中の1社が買収するということは、なかなか難しいのかなというふうに思います。 えでは、任天堂への有効的買収はどうかというと、彼らは当然乗りません、はっきり言ってですね、えー、あの日本人だったら誰も分かると思いますけども、そういうことに乗る会社ではありませんから、これも無理だろうと思います。で敵対的買収を検討する投資家はおそらく出てはくるだろうと思います。これは検討するというよりも、ですねブレインストーニング、頭の体操みたいなものです。 で実際には実現しないだろうと思います。まあ、任天堂の場合、過去のゲーム資産、たくさん持っておりますし、敵対的場所といっても、ですね経営陣に対敵対するだけですから、例えば従業員の立場をちゃんと思わなかった形容をしますよというふうに言えば、提案そのものは考えることはできるかもしれませんが、現実にはこれはないいいだろうと思いますソニーにについても、えー、同様にいないだろうと思います。 で結局ですね、その今、アメリカとヨーロッパで、もうおそらくゲームソフト会社、大変ということになりますんで、こういうことを真剣に考える人たちは、多分アメリカとヨーロッパにいくだろうと思います。ということで、ここが実はリスク日本のゲーム会社のリスクに、これからなってくるかもしれません。要するに、あの今、グローバルにメタバースをやれる会社というのは、 はっきり言ってあの、アメリカの大手の IT 以外にはないです。あと、中国の大手 IT ということになりますが、まあ、中国はあくまで中国の国内でやるわけですから、中国以外の全世界、えー、世界的なメタバースをやるというのは、やっぱりアメリカの大手 IT ということになります。で、えー、日本に行っても誰もいい反応をしないということになるんだったら、そのうち素通りされると。 いうこととになななるんじゃいいかなと思います、まあ、これがですね結局、日本の場合どうしてもその欧米とは違った企業風土というものがありますので今のようにその非常に激しく早く物事が進んでいる世界ではですねちょっとそのあたりがリスクになってくる面はあるんではないかなというふうに考えております。はい 今回はですね、マイクロソフトがクティビジョンビザードを買収するという非常に大きなニュースが出ましたので、それについての解説という形でお話をさせていただきました。この動画、ご評価いただけるようでしたらいいね、そして登録をお願いできると幸いでございます。今回はご清聴ありがとうございました。